今回の問題、スイッチのすべてのポートはデフォルトで VLAN いくつに属している。 VLAN を作る方法は2つ、何々コンフィギュレーションモードと何々コンフィギュレーションモード。答えはこちらです。動画の中で詳しく説明していきます。今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっております、マサルです。今回は VLAN の作成方法と VLAN の名前の付け方について一緒に勉強していきます。それでは早速始めていきましょう。まずは前回の振り返りを簡単にしておきましょう。前回は VLAN の基本とメリットについて一緒に勉強しました。 VLAN というのは簡単に言うとスイッチの中にスイッチを作れる技術ですよというお話をしています。初期設定では VLAN1 というスイッチ一つだけなんですが、 VLAN を増やすたびにスイッチが内部に増えていくイメージですね。今回は実際に VLAN を作ってみてスイッチの中にスイッチを作ってみましょう。 VLAN を作る方法は2つあります。1つは VLAN データベースコンフィギュレーションモードで作る方法、もう1つは VLAN コンフィギュレーションモードで作る方法です。どちらでも VLAN を作ることができて名前も付けることができます。ただ機器によっては VLAN データベースコンフィギュレーションモードがなかったりする場合もありますので、その場合は VLAN コンフィギュレーションモードを使って VLAN を作る必要があります。このあたりも詳しく説明していきます。それではまずは VLAN データベースコンフィギュレーションモードで VLAN を作る方法から勉強していきましょう。今回は2つの VLAN を作って名前を付ける作業まで行っていきます。VLAN10 という VLAN を作って Sales1 という名前を付ける。VLAN20 という VLAN を作って Sales2 という名前を付けます。VLAN の作成方法は先ほどお伝えしたように2つあるので、両方のパターンで1つずつ作ってみたいと思います。まずは VLAN データベースコンフィギュレーションモードで VLAN を作って名前を付ける方法から始めていきましょう。VLAN データベースコンフィギュレーションモードで VLAN を作る場合は、まず特権モードで VLAN データベースコマンドを実行します。 VLAN データベースコマンドによって VLAN データベースコンフィギュレーションモードに入ったら VLAN コマンドを使って作成したい VLAN 番号を指定します。今回 VLAN10 を作成するので VLAN10 というコマンドになりますね。 VLAN10 だけでもコマンドは完結するんですが、一般的には VLAN の用途が分かるように名前を付けてあげます。名前を付けるには VLAN コマンドの後ろにネームコマンドで VLAN 名を入力します。ちなみにネームコマンドで名前の指定をしない場合はデフォルトで VLAN に合わせた名前になります。例えば VLAN2 と設定すれば VLAN 名は VLAN0002 となります。このように VLAN コマンドで VLAN を作ることができるんですが、この後注意点があります。それはここまでのコマンドでは設定が確定しないということです。設定を確定させるためには apply コマンドを使うか exit を使って VLAN データベースコンフィギュレーションモードから抜け出す必要があります。 apply コマンドや exit で設定を確定させないと VLAN データベースに作った VLAN の情報が反映されないので、そこはしっかり注意しましょう。次は VLAN コンフィギュレーションモードで VLAN を作って名前を付ける方法を見ていきます。まずグローバルコンフィギュレーションモードで VLAN コマンドを実行します。この時作成したい VLAN の番号を指定します。 VLAN20 であれば VLAN20 です。こちらもネームコマンドを使って VLAN に VLAN 名を設定することができます。 VLAN の名前を付けなければデフォルトで VLAN 番号に紐づいた名前が VLAN 名として設定されることになります。そしてこちらも先ほどと同じなんですが、設定を反映させるためにはモードを抜けなければ設定が確定されません。 VLAN コンフィギュレーションモードを抜けるために Exit や End を使ってモードを終了させるところまでを忘れないようにしましょう。では今回の学習内容、パケットトレーサーを使って一緒にやってみます。それではパケットトレーサー使ってやっていきます。今回のパケットトレーサーのファイルも概要欄からダウンロードできますので、ぜひ一緒にやってみてください。今回のゴールはこちらのスイッチに対して VLAN の設定を行うことです。 VLAN10 を作って名前は Sales1 にします。 VLAN20 を作って名前は Sales2 にします。それでは手順に沿ってやっていきましょう。まずは事前の状態を確認してみたいと思います。
VLAN の状態を見たい場合は show VLAN ブリーフがとても分かりやすいと思うので、こちらのコマンドをお勧めします。では実施します。スイッチ選択して CLI からイネーブルで特権モードに入って show VLAN ブリーフです。実行するとこのような結果が出てきています。現在存在するのは VLAN1 と1002から1005の間の VLAN ができていますね。そして VLAN1 は名前がデフォルトという名前がついていて、そして VLAN1 に属するポートはこのようなポートがありますといった情報を見ることができます。ここで確認してほしいのは VLAN10 とか VLAN20 が今は存在してないよということです。ではこの VLAN10 と VLAN20 を作っていきましょう。1つ目の作り方、 VLAN データベースコンフィギュレーションモードで VLAN10 を作成して名前を付けてみたいと思います。では始めます。2950クリックしてスイッチに対して特権モードであることを確認して VLAN データベースコマンドを実行します。はい、 VLAN データベースコマンドを実行するとスイッチカッコ VLAN となっていますね。ここで VLAN10 を作ります。ただこのままだとデフォルトの名前になってしまうので、ネームコマンドで VLAN の名前を設定してあげましょう。 VLAN の名前何でもいいんですが、今回はセールス1にしています。セールス1と入力できたらエンターを押して VLAN10 名前がセールス1になっていることが出力されてますね。ではこの後アプライコマンドを使ってこの VLAN の設定を確定させたいんですが、実はこのアプライコマンド、このシスコの機器だと実装されてないんですよね。アプライコマンドと打とうとするとこのようにエラーが出てきています。試験においても打とうとするコマンドが出てこないことっていうのは結構よくあります。その場合にじゃあどういったコマンドを使うべきかっていうことも考える必要があるんですね。今回の場合 VLAN の設定を確定させたい場合はアプライコマンドか、もしくは VLAN コンフィギュレーションモードから抜ければ設定が確定するので、今回は EXIT しておきましょう。はい、するとアプライコンプリーティッドと出てますね。 VLAN の設定が確定されたようです。念のため VLAN がしっかりできているのか show VLAN ブリーフで見てみましょう。はい、 show VLAN ブリーフの出力結果がこちらです。 VLAN10 ができていて名前もしっかりついていますね。ここで一つ補足事項なんですが、今は VLAN データベースコンフィギュレーションモードで VLAN10 を作りました。ただ機器によってはVLAN データベースコマンドが実装されていないものもあるんですね。例えばこちらのスイッチの2960を選択して VLAN データベースコマンドを打とうとするとこのようにそんなコマンドありませんよということになってしまいます。そもそも V から始まるコマンド自体が特権モードでは実装されていないようですね。なので試験や実務において VLAN を作らなければいけないとき、もしかしたら VLAN データベースコンフィギュレーションモードではVLAN を設定できないこともあるかもしれません。そのような場合は焦らず次の方法で VLAN を設定しましょう。もう一つの方法は VLAN コンフィギュレーションモードで VLAN を作る方法です。では一緒にやっていきます。設定対象をもう一度2950に選択をし直して設定を続けていきます。 VLAN コンフィギュレーションモードに移るためにまずはグローバルコンフィギュレーションモードに移る必要があるので Conf-T でモードを変更します。この状態で VLAN コンフィギュレーションモードに移るために VLAN と入力します。この時に設定する設定対象の VLAN が今回は20なので VLAN20 です。このコマンドによって VLAN コンフィギュレーションモードに今移行できています。 VLAN20 に対して設定を行うというモードですね。ここでネームコマンドを使って Sales2 とコマンドが入力できたら Enter を押して最後に EXIT までして設定を確定させましょう。では VLAN の設定と名前がしっかりついているのか show VLAN ブリーフを使って確認してみたいと思います。では show VLAN ブリーフ実行します。すると VLAN の10と VLAN20 ができていて、どちらとも名前に Sales1、Sales2 という名前がついていますね。 VLAN データベースコンフィギュレーションモードを使って VLAN を作る方法と、もう一つ VLAN コンフィギュレーションモードを使って VLAN20 を作って名前を付けました。では実習は以上です。皆さんもぜひこのファイル使って実際に手を動かして体験してみてください。はい、実習お疲れ様でした。では冒頭の問題の答え合わせしておきましょう。スイッチのすべてのポートはデフォルトで VLAN1 に属しています。 VLAN を作る方法は2つあります。1つが VLAN データベースコンフィギュレーションモード、
もう一つが VLAN コンフィギュレーションモードです。どちらの方法も設定を確定させるためには設定したモードから一度抜ける必要がありますので、ここもしっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。